魔人ブーとの戦いが終わり、地球に再び平和が訪れた。だがそれもつかの間、悟空のもとに果たし状が届いたのだ。オラと戦えてってのは一体誰なんだ？俺だよ、悟空。無理、果たし状くれたのはおめえだったんか。ああ、今のお前に勝てるとはとても思えないけど、久しぶりに拳を交えたいと思ってな。手加減するなよ。行くぞ。なんだか懐かしいな。御天道士様のところで一緒に修行した頃のことを思い出す。それが恥ずかしいってな。そうだな。でもお前と出会って俺はここまで強くなれた。よかったぜ。お前と出会えて。とんでもないやつだぜ。どんな修行したんだ。あれ、動きも攻撃も見えなかった。まいった。やっぱり強いよお前は。次は俺が相手だ。ピッコロ、おめえもか。そういや果たし状はいつじゃなかったもんな。思い出すぜ、天下一武道会の決勝戦でお前と初めて戦ったあの日のこと。ああ、そうだな。ついこの銘のことみてえだ。行くぜピッコロ。おお、ようやく本気を出したんだ。さすがだ、孫。やはり俺がライバルと認めただけのことはあるが。お父さん、今度は僕とお願いします。おわ、おめもおらに果たし状くれたんか。久しぶりにお父さんに稽古をつけてもらいたくて。そっか、ほらおめえと稽古できんな嬉しいぞ。でもお母さんには内緒にしておいてくださいね。わかったわかった。ほんじゃ行くぞ。ああ、
ット。息子と遊んでいる暇があるなら、この俺とさっさと戦え。うわ、最後はベジータか。魔人ブーとのゴタゴタでまだ決着がついてなかったからな。確かにお前はナンバーワンだ。だが俺はそのナンバーワンをも超えてやる。ナンバーワンを超えるか、おめえらしいな。それじゃ、俺も本気でいくぞ。マルキアンド、どうした？もう終わりなのか？程度でがっかりだぞ。たとえ地球に平和が訪れても、悟空たちの戦いは終わらない。だがそれは純粋に強くなりたいという思いでいっぱいの戦いであった。じゃあみんな、また戦おうな。ほら、楽しみに待ってるぞ。